こんにちは、まさぴーチャンネルです。いつもご視聴誠にありがとうございます。本日は、千葉都市モノレール千葉公園駅で下車して、今駅前のこうした道を歩いております。で、まあ、千葉公園体育館、こちら、まあ、プロレスの、ね、名勝負も数多く行われた体育館でございまして、1983年ですか、5月第1回 IWGP のリーグ戦が行われていた最中の大会で、前田明対ハルク・ホーガンという好カードが行われた体育館でもあります。で、その他にもアントニオ猪木、坂口誠二、木村健吾組対アンドレ・ザ・ジャイアント、ビッグ・ジョン・スタッド、エル・カネックの3対3、6人タッグマッチが行われた大会でもあります。まあ、他にもね、いろいろプロレスの名勝負、名試合、ね、行われた体育館なんですけども、まあ、そういうことでですね、私、実際こちらの体育館、来るのもね、初めてなんですよ。中に入るのも全く入ったことなくて、来ること自体ね、本当不思議なぐらい機会がなくて、なかなか来れなかったので、正真正銘今日初めての訪問かつ最後の訪問になるという。こちらですね、正式名称千葉公園スポーツ施設事務所体育館、スポーツ施設体育館だったかな、そんな名称だったんですけども、これから行ってみたいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。見えてきました、千葉公園体育館、ここだ。初めて、いやちょっと感動だな。でもうすでに解体に向けてこうしたバリケードが、しつらえられておりますね。なるほど。いや、ほんと初めてなんですよ。でね、来たいと思っているうちに、そういう機会を逸してしまって、で、気がつけば、まあ、閉館となってしまうということになってしまいましたね。ここでプロレス見たかったですね。確かね、87年の5月にも、新日本プロレスここで開催されまして、前田明対マサ斎藤戦とかね、試合前にスーパーストロングマシンが、襲撃して、前田選手大流血したんですよね。いやで、こうして映してしまうと本日が何日かっていうのが分かってしまうんですけど、まあ、8月15日です。じゃあそれ、これからちょっと中入ってみましょうか。ここから入るみたい。よし、じゃあこれから入って、撮影してみたいと思います。
ありがとうございます。
はい、以上千葉公園体育館の様子を、映像をお送りいたしました。結構ね、余すとこなく、撮影できたと思うんですけども、体育館のね、アリーナの様子もそうなんですけど、まあ壁のところにね、ちょっとした落書きがあったりとかして、そういうところにも、いろいろね、歴史を感じたりいたしました。はい、以上です。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。